皆さんこんにちは。会員デスクラブメインパーソナリティの小野咲です。離乳食って1回にどのくらいの量を食べさせたらいいのと、離乳食を作り始めたママやパパは一度疑問に思うことはあるのではないでしょうか。私も最初に離乳食を始めた時期は、こんなに少なくていいのかなと心配になることがあったり、逆にうちの子たくさん食べるけど大丈夫かなというような不安がありました。今回離乳食1回にあたり目安量をご紹介していきますが、食べる量は個人差が大きいので、あくまでも目安として参考までに考えてください。赤ちゃんの食欲や成長、発達に応じて調整が必要です。また、この目安量は1回1食品を目安にした場合の値のため、例えばお魚とお豆腐を1回あげる場合には、紹介している量のそれぞれ2分の1を目安としていただくといいと思います。離乳食初期の目安量です。離乳食初期はさまざまな食材を最初は1さじから始めていきます。1さじというのは小さじ1杯のことで、グラムでいうと5グラムですが、もっとゆっくり始めたい場合には小さじ2分の1でも OK です。ただし、1さじと書いてあるからといって絶対に 5g 食べさせなきゃいけないというわけでもありません。逆に 5g 以上食べさせちゃダメというわけでもありませんので、赤ちゃんの様子を見ながら必要な場合にはもっと少量から始めていただいても大丈夫です。まずは1さじを数日続けていただき、1ヶ月程度かけてだんだんと量を増やしていきましょう。離乳食初期が終わる頃になると、1回の食事でご飯およそ 30g、 野菜類 15g、 白身魚のタンパク質は 10g 程度が目安となります。離乳食中期の目安量です。離乳食中期は食より少し量を増やしていきます。ご飯は7倍から5倍がゆで50から 80g です。野菜類は20から 30g、 タンパク質源であるお肉やお魚の場合は10から 15g、 お豆腐だと30から 40g です。卵だと卵黄1個から全卵だと3分の1ぐらいが目安です。タンパク質源は3種類ご紹介しましたが、全部を1回で食べるわけではなく、1回の食事で1種類を食べる時の目安量をお伝えしましたのでご注意ください。離乳食後期の目安量です。離乳食後期になると形状がドロドロした感じから固形に近くなっていきます。しかし、離乳食中期と比較してそれほど大幅に量が増えるわけではありません。ご飯は5倍がゆが目安で、だいたい90から南半 80g ぐらい、野菜類は30から 40g、 タンパク質源であるお魚やお肉の場合は 15g、 お豆腐だと 45g、 卵だと全卵2分の1個ぐらいが目安です。離乳食完了期の目安量です。大人に近いものが食べられるようになる離乳食完了期、1日3回食が目安なので、今回の目安量を1回として1日3倍の量をイメージしてみてください。ご飯は軟飯もしくは普通に炊いたものを80から 90g、 野菜類は40から 50g、 タンパク質源であるお魚やお肉の場合は15から 20g、 お豆腐だと50から 55g 取れます。卵だと全卵2分の1個から約3分の2個くらいが目安となります。ここまでご覧いただきありがとうございます。離乳食の目安量についてご紹介してきましたが、最初の1さじはあくまで少しの量を指すと考えてください。目安量に達していなくてもあまり不安に感じず、1回の食事で栄養を全部取れなくても 2,3 日かけてトータルバランスで考えていただければ大丈夫です。また、目安量は毎日順調に増えていくとは限りません。大人でも今日はあまり食べたくないなという日もあれば、なんだか今日はたくさん食べたいという日もあると思います。赤ちゃんも同様にいっぱい食べたい時もあれば、気分が乗らず全然食べたくないなという日もあるはずです。目安量に達していないからといって心配しすぎず、逆に赤ちゃんがたくさん食べたがっているようであれば、一度食べたことがある食材に関しては目安量よりもたくさんあげていただいても構いません。赤ちゃんのペースでだんだん量を増やして大人の食事に近づけていきましょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。動画がいいなと思っていただきましたらチャンネル登録・高評価をお願いします。また備考欄にカインデスの LINE アットの URL も記載してありますので、そちらも合わせてご登録ください。カインデスクラブのメインパーソナリティ小野がお送りいたしました。また次回の動画で会いましょう。ありがとうございました。離乳食を始めるときに読む本を無料でプレゼント中。画面上の QR コードか概要欄からぜひダウンロードしてね。